こんにちはプラザののお時間です MC のヒロですす mc これからの1時間皆さんと時事,時事話題ですねすいません失礼かんでしまいましたね時事話題についてお話ししていきたいと思いますメールアドレスは 761-fmcoza.jp ファックスは098-934-8653までお寄せください ファックスの番号になりますので、番組名プラザヒロも合わせてお書きください。お待ちしております。え、今週ですね。あのー、まあ、いろいろあのー、あったんですけれども、あのー、やっぱり話題はですね、あのー、平昌オリンピックが中心だったかと思うんですけれども、まあ、あのー、いろいろそういうのあったんでもう、ま、私としては平昌オリンピックはもうお話ししたんでですね、今週はですね。 あのちょっとあの皆さんの期待をちょっと外してあのマイスですねマイスについてもう一回お話ししてみたいと思いますそれと「何、えー、でやねん」はですねあの話題の美女応援団についてお話ししてみたいと思います。はい、それではですねあのスポンサーさんからのお知らせと今週の一曲お聴きいただきたいと思います。 えちょっと待ってくださいねそれでは先にスポンサーさんからのお知らせですお聞きください はい、えー、それではですね、今週の一曲お聞きいただこうかと思います。えー、若大将、あの加山雄三さんですね。加山雄三さん50周年記念ということで、えー、加山雄三さんと谷村新司さんがあの作られました「さ、え、ら、ー、い」です。さ、え、ら、ー、いはですね、宿とかいう意味だそうですね。はい、それではお聞きください。 聞いていただきました。サライです。いいですね。やっぱりね、あのもうもうあのイブシ銀のようなあの素晴らしさがやっぱりありますね。あの人間の声っていうのはやっぱりいいですね。うん、この楽器とは楽器もなかなかいいんですけれども、この楽器とは違うね独特の説得力がありますね。私もあの。 人間の声が好きであの沖縄民をちょっとだけかじったことがあるんですけれどもやっぱりいいですね。と、うん、いうことで、えー、今週のです、ねえー、ニュースな話題なんですけれどもちょ,っとちょっと外しましてあの世間でよく取り上げられているニュースな話題の中からちょっとだけ外れたあの B, B 級の話題で B 級の話題っていうこともないんですけど前から気になっているマイスについてですねお話ししてみたいと思います。 マイスですねあの何でこう進めるのかなっていうのがやっぱり「なんでやねん」のコーナーで取り上げてもいいんですけどもちょっと「なんでやねん」じゃあちょっと違うかなと思ってあのニュースな話題で取り上げてみました。えー、あのマイスのですねあのちょっと問題点っていうのはもうすでに報道でもされてる通りですね あのカジノを含む総合イベント施設なんですねあの会議場があったりとかねでそれがですねカジノの収益と誘客を前提としたあの施設になってるわけなんですねこの辺がやっぱりおかしなところですねやっぱりねであの基本的には賭博はですね違法なんですけれどもそれを合法化してですね どうしてこう進めるのかなというところで今週は枚数ですけれどもえ私が思うところですねこれあのまあ政治主導っていうか官僚主導でやるとですねこんな手切れのいいことはないんと違うかなと思ったわけですね。まああの作ってであのあとはあの 特殊な人材を教育する必要なくて、まあ、人だけあればいいやという話人口だけあればいいや、まあ、労働力だけあればいいという話だけでね特殊な技能、まあ、多少の訓練はいるかもしれないけれども研修程度でなんとかなる程度のもの話で何年もかけて技術を磨き上げるということではなさそうですね。まあ、特殊な、ね、リーラーさんととかか警備スタッフとかそういういのは、まあ 特殊な技能が必要なのかもしれないですけどもちょっとした研修受ければできるような人たちを集めればそれが運営できるというところにあるんじゃないかな要するに箱物行政の最たるもので,でもう作って監修堂で作ってであとはそのままであの運営はあの丸投げしとけばそれであの税収が上がってくるというふうに見えると。<laughs> <laughs> で風に見える、まあ、何年かはそれでうまくいくんでしょうね。でそれでですねあの、まあ、こ,れこれほど安易な事業ないんと違うかなというので多分あの将来要するに何十年にもわたってですね責任を負うようなあの気持ちのない人たちにとってはですねこれは非常に受け入れやすい話なんじゃないかなというふうに思いますねでそんなものをですね。 誘致されてあの地元の人たちっていうのはもうなねもともとまあ引っ越せばいいんですけど <laughs> そんなアホな話ないですよねあの嫌になったら引っ越せまあそれはね居住の自由はありますからね引っ越しゃいいだけですけどもそんな話はないだろう要するに、ね、子どももそこで育つわけだしで孫,孫まで育って何世,何世代100年とかで あのとりあえずまあ100年ぐらいの規模で考えないといけない施設をですねそこをあの、ね、短期的に10年ぐらいの,あのビジョンであの、ね、状況を環境を一変させるようなことをして本当にいいのかな要するに将来性が要する今の社会構造と違うものをいきなりボーンと持ってきて。 でやるわけですからやっぱりちゃんと考えないといけないんと違うかなという話を思っています。でこれあのじゃあ何が問題なのかというと賭博が問題なんやったら賭博だけ外せばいいっていう話なんですけどもそうすると施設全体が成り立たないってそんなバカな話はないやろっていう話ですね。で あのちょっと地元の新聞がです、ね、どんなふうに捉えてるかというのを紹介してみたいと思いますね。沖縄タイムスさんがこの埋葬施設についてあの取り上げた機事がありましてあの、まあ、沖縄にはあの「沖縄タイムスと「琉球新報」という2つの新聞があるんですけれどもそちらのタイムスさんの本の記事ですね。えっと、4つのの単語の、まあ あの一般向けですのであのマイスの定義から簡単に説明されてるんですけれどもまあ頭文字を取ったもので「マイス」と読みますという話で「M」は「ミーティング」ですね企業が開く会議や会議のことで例えば支店長会議や海外投資家向けのセミナーが「M」ですね M に来ますと「M」という文字ですね「ミーティング」の「M」ですということですね。I はインセンセティブとということで あの企業が、えー、企画する、えー、の報商旅行を指しますあそういうことなんですねやっぱりこうちゃんと紹介してくれるとなるほどなと思いますねはいで、えー、周年事業の記念周年事業の、えー、記念旅行とか営業成績のいいあの社員をですね表彰するツアーもありますねということですね。あ確かにそうですねあの 沖縄っていうのはあのやっぱり一度は行ってみたいで会社の費用で連れてってくれるんやったらああ嬉しいなという話で確かにこれはありますねあの商材価値としては大変ありますねあの自分で行くとなるといろいろあの好みがたくさん出てくるんですけれども、まあ、会社が連れてってくれるでゆっくりさせてくれるってねあったかいところでね あのゆっくくりさせてくれるのでちょっとあの異質なあの文化にも触れてあの楽しめるという,いう話でそれはそれで納得できるところがありますねで次 C はですねコンベンションで国際機関や学会が開く会議のことあコンベンションねあコン沖縄にコンベンションセンターってありますちょっとあれ狭い私も狭いと思いますね。 ちゃんとしたコンベンベ、ね、一つのあのねちょっと一度ですね私もう何十年20年ぐらい前かなあの、えっと、ダイビングのですねあの展示会でですねあのニューオーリンズに行ったんですよ。でその時ですねあのいろんなあの、まあ、展示見本市みたいな話なんですけれども併設してですねいろんな会議 開かれてるわけですねあのそれぞれの業界に業界とそれぞれの,あの人部門別にねでそれでやはりあの会議場っていうのはたくさん必要なんですね小さなものから大きなものまでねで確かに今の沖縄のコンベンションセンターでは狭いというのは私も納得できますね要するにちょっとした会議しかできないっていう一つの会場でしかまあ2つある2つか3つあるんですけどそれじゃ全然足らないですね。 うん、ちょっとしたあのあれです、ね、あの説明会が企業が、まあ、例えば100社出,出,社あの出展してたらその中でそれぞれの企業で会場小さな会議室使ってあの商品紹介とか商談会とかやりたいでしょうからね確かにそれはそうですわね、はい、それで、えー、C がコンベンションということで国際機関や学会で E はエグゼ,エグゼビ,えエグジビション。 とイベントで展示や見本市のことです。ああ今,今言ったことですね。なるほど。はいえー、で宜野湾市にですね、えー、沖縄コンベンションセンターがあ,るありますけれども、マイスと関係あるんですかという質問に対してあったりって言ってますねで。沖縄コンベンションセンターは今のところ県内最大規模のマイス施設ですということですね。でこれまで、えー、国際産後省シンポジウム2004年に開かれました、 でアジア学術会議が2007年に開かれました ASEAN、うん、ですね、えー、時間級、えー、交通政策会合というのが2020あ2012年に開かれましたということで実績が述べられているんですけれども、えーでまあ、国際会議会場にも選ばれたりしてますということですねで国際会議のです、ね、開,催開催件数を見れば マイスの受け入れれ環境がどれくらい整ったかあの都市別に分かりますと言われてるんですけれども国際会議協会という協会があるらしいんですけどね ICCA という略の協会があるみたいなんですけどここの発表だと、えー、沖縄は16年うん ?2016 年か2016年全国で10位につけてるっていうことみたいですねやっぱり東京があれなんでしょう、ね、1位なんでしょうね。 で東京はまあ東京自体もあ,れありますけど横浜とかね近隣都市にそれなりの施設がたくさんありますからねあの使いいい勝手いいんでしょうねあの向こうはやっぱりあの鉄道がありますのであの会議場まで 1, 1時間以内でこう移動するというふうに考えて、ね、かなり遠くまであの県,県域が この宿泊施設とかですねあの会場の分散っていうのが可能ないように私は思いますねやっぱり欲しいですねあの例えばうんと名古に一つ会場があってできの湾に一つ会場があってななはに会場があってっていうふうになった時に鉄道で結ばれてればねあの同時開催みたいなことできますからねそれはいいでしょうねまあそんなないものねだりですね失礼しましたで、えー 沖縄コンベンションセンター以外にどんな施設があるんですかという質問に対してはですね2002年に外務省が九州沖縄サミット G8 で G8 を開いたですね名護市のバンコク診療館がありますでそこからですねあのホールのあるホテルや公道のある沖縄科学技術大学院大学オイストですね、はい、で沖縄空手会館国立劇場沖縄 うん、県,県市町村のえ自事会,会館もありますということみたいですね。うんうん, <laughs> う,んうんですねこれあの実態としてどうなのかっていうと確かにあのオイストはねもともとそういう研究発表するのにはあの常時されてるでしょうから。 あの設備は整ってるのかもしれないけども G8 もうんあのバンコク診療館もまあそうなそう言われればそうなんでしょうねうんなんかちょっとうん違う違う,違うような,なんか取っ手つけたような気がすいません失礼しましたような気がしますね。もうちょっとこうんなんか エンターテイメントには使いづらいような、ね、気がしますねちょっとねこれだけじゃねで、えー、経済効果はどれぐらいあるんですかという質問に対してですねマイスの経済効果は通常の観光よりも大きいんですということですねでマイスの主催者と出展者、えー、来賓来場者を合わせた16年の消費額を、えー、県は2009億と見積もっていますということですね2009 2 1 21年にはですね413億で2026年にはですね722億円に増やそうとしていますでそのために1,000人以上が参加する大型の枚数案件を16年の85件から21年に134件26年に231件に増やす計画をしているそうですねまあまあそらそうでしょうね。そうするととやっっぱり、ちょっと私… なんかしっくりこないんですけどねあのうそうなんですかっていうことですねはいこれあの全然マイスっていうのは会議とかにを中心にし介護とか展示をし,しててでこれあれじゃないですかね全くあのカジノが入ってないですよねやっぱりこれ 県民が嫌がってることを避けて書かれているような気がしますね。で、えー、もう一つ次の質問がありまして、受け入れ施設は足りるんですかって、よあのいう質問にはですね、十分に受け入れられられるように大型前施設を作ろうとしています、えー。沖縄コンベンションセンターは狭いという話になっていて、中山さん中山元知事ですねが1年ごろ2010年頃に、えー、大展示 で大展示場の構想があの始まった中山さんの時に大展示場の構想が始まったということですねその後観光の視点が加わって、えー、コンサート会場に使える今の計画になっていますということは、えー、と今は要するに、えー、コンサートも開きながら、えー、展,示もで展示とか会議もできるような構想になってるということですということを言ってるんだと思いますね。 でえー、最後にですね、えー、建設地はですね与那,与那原と西原にまたがる、えー、マリンタウン地区に予定されているということですね長さんが今の知事、ですね小長,長さんが、えー、2015年にですね与那原町と、えー、西原町で富城豊崎地区ですねで那覇群港と、えー、宜野湾市の海浜公園で。で、えー 浦添の西海岸の5つの候補のから選ぼうとしてるみたいですということみたいですね。これやっぱりちょっとあれですねあのこの新聞ではあのカジノの収益についてお話しされてないですねこれはなもしかしたら沖縄県のこのマイスにはカジノは入ってないのかもしれないですね認識が私が違ってるのかもしれないですね。 ああねどうなんでしょうね誰かすみません教えてくださいはいこんにちは <laughs> ごめんなさいねはいということであの私もあのあれだと思うんですねあの今あの県はですね、えー、観光観光って言ってあの一生懸命力入れてるんですけれども多分実態は知ってると思うんですねで要するに観光産業で働いている人っていうのは あの半分ブラックの世界で働いてるような気がするんですね要するに低賃金長時間労働であの無理なシフト勤務を強いられてその中でもしょうがないから働いてるっていうのが多々あると思うんですねでこれじゃあもともと長続きしない話ですよねで人が足らん人が足らんって言うんですけれどもそれは人足らんのは当たり前でしょそんな嫌な仕事したくないのは誰でも当たり前のことやねんからね。 で賃金上げるかって言ったら上げ,上げられないからもともとそういうビジネススタイルでやってんやったら、あのー、こうもう破綻するのは目に見えてるような気が私はするんですけどもねまあそりゃねあの人の計画をいちゃもんつけても、ね、誰でもいちゃもんつけれますからね、はい、どうも失礼しました。ということで、あのー、ちょっと。 会議時代には私も賛成ですねで沖縄という土地柄も含めてですねあの要するに会議の中で滞在する会議はまあ一日に8時間か5時間とか3時間とかあるにしてもですねでその後ちょっとの別のところで打ち合わせしたりあのあ隙間の時間使ってですねゆっくり休養を取りたいというのはあの 当然だと思いますからでそれでリフレッシュしてねいい話ができればええわけですからでそれをねそれ自体は全然おかしくなくてであの価値もあっていいとは思うんですけれどもでそれを要するにやると結局なんか何なのかっていうとほ <laughs> かの,のところにもそれぞれの魅力があって沖縄と何が違うねんっていう話になるわけですからね。 まああの私最初に沖縄に来てこれが要するに唯一の,あのどこにも負けないあの商材っていうか価,値か価値のあるものやな光り輝く宝物だなと思ったのはやっぱり海だったと思いますね沖縄の海とやんばるっていう自然が一番大きなあの資,産資源だというふうに思いましたね。これはは絶対に他に他 なないものなんで,でこれを中心にやっていかないといけないんじゃないのっていうふうに思ったんですけどその頃はもう開発開発でねどんどんやんばるの方もあの農地に変えていくっていうんで山を切り開いてであのパイナップル畑作ってましたねで中部ではやっぱりサトウキビ進行してっていうのもう何年20年ぐらい前ですかね今でも多分変わりないんでしょうね。 目先で食えることよりもあの将来見据えて何,、ね、何,何百年近い規模で考えられるようなことをどうしてできないのか、まあ、それにはそれなりのねあ,のあれなんでしょうねあの落ち着いて考えられるだけの,あの費用とあの人材と、うん、時間が必要なんでしょうね。とということであの、まあ、マイスも 私はあのいいとは思うんですけどもしっかりとその根底にあるカジノが本当に大丈夫なのかっていう話ですねこの,このきっかけ今日「マイス」を取り上げるきっかけにしようと思ったのはあのニュースでですねあの「マイス施設のカジノに入,入,入場できるのは日本人は月にあ週に3回まで」って。 制限しようか <laughs> 何を言うてんねんと思ってあの今日取り上げてみようかなと思いましたまたすいませんいつものようにあの取り留めのない話で終わってしまいましたけれども。はい、ということであのスポンサーさんからのお知らせお聞きください。 はい、帰ってきました。えー、それでは1曲お聴きしようしていただこうかと思いますね。あ、おにゃんこクラブで、じゃあね、お聴きください。 じゃあねでした。<laughs> いいですねやっぱりね。はいあの今あの AKB さんとかねいろいろいらっしゃるんですけどその前があのモーニング娘でねでその前がこ,こちらの方だったと思いますねいいですねやっぱりねはい <laughs>、はい、あのはおじさんは困ったもんですねはいはい、えー、続きましてですねな,なんでやねんのコーナーですあの今テレビで今日もちょっとあの 家出る前にですね、あのフィギュアスケート男子のあの何着て、えー、演技ですねあのえ何だっけ着て <laughs> 演技な何だったこの言葉が出てこなくて <laughs> すいませんえっ、ー、と何な何でしたっけあのえあのえフリーと フリートなんでしたっけもう1個ねありましたよねフリートもう一つあの規定演技でなんか英語で言うのねありましたねはいでそっちの方の演技やってますよあの譲る譲るさん羽生譲るさんがあの私が出る時まではトップだったですねはん、あ、であのしょうまくんがあの2位ででその後多分あれ もっと実力のある人がたくさん出てくるんで、多分ね抜かされたんやろうなとは思いますけども、あの妻もいたんですけども、<laughs> あれでしたねあのあのショーマーって言って騒いでましたね。<laughs> 本当にもう <laughs> あの動画がすごいあれすごく説得力あるみたいですね。もう私のショーマー言ってましたね。可 <laughs> 愛い可愛い,い,いって あ、すいません失礼しました。はい、え、ピョンチャンオリンピックですね。あのピョンチャンオリンピックであの北朝鮮からあの来てますですね。応援に来てます。あの美女応援団についてお話ししてみたいと思います。なんでやねんですね。えー、ピョンチャンオリンピックで話題のですね美女応援団ですが、えー、国が主導主催するエンタメなのか、うん、先導なのか。 なんでしょうかねっていうところですね。そろそろこういうことはですね終わりにしたいっていう気持ちですえ。そんなわけで今週のなんでやねんは美女応援団です。でオリンピックにですね政治を持ち込まないというのがですねあの元々のオリンピックのはずなんですけどもそれがもう完全に小政治ショーになってしまったっていうですね感じがですね否めないのが美女応援団ですね。で行くと行く先々でですね。 あの話題を振りまいてるんですけれどもあのまあ美しい人にです、ね、関心を持つというのはです、ね、あの人間当然だと思いますねそれはあの多分女男性が女性にという話だけじゃなくてです、ね、女性もあの同じ同性の女性に対してですね綺麗な人たちというものに対してです、ね、あの好感を持つというのは当然のことだと思いますね。であの 競技がですね、本来の関心事であるはずなのにですね、まあ、どうしてもですね、この美女の行動がですね美女の応援団の行動がですね、話題に上っているということですね。であのまあ緊張状態がですねあの続いてたもういつかいつか戦争起こるのと違うかっていうような状況でですね そんな中でオリンピック今回開催されてるわけですけど、まあ、幸いにしてあの先週もちょっとどうなのかな今週ちゃんとそういう平和の話題が言えるのかなというふうに話せるのかなというふうに思ってたんですけど、まあ、一応今,今週もですね何事もなくあのオリンピック見れることができましてまあ大変良かったなというふうに思ってるんですけどもね。でああのまあ そんな中ですね、あの開催前にですねチケットが売れずに困ってるとかですねそういうあのか周りのこと周りの話ばっかりがあのワイドショーとかでこう騒がれてたんですけどもでさらにですねあの美女軍団は整形してるとかですねあの自国と韓国しか応援しないとかですね <laughs> まあ全然競技とは関係ないことを が、話題の中心になってたんですけどね。あのもう、今回もあの大きなね。あのデメリットっていうか、あの興ざめになっている。一つとしてあの？オリンピックの競技でですね。あのドーピングっていう話があ,あってで、そのドーピングを排除するのにですね。もうオリンピック。まあスポーツ業界ですね。もう。 皆さん必死でででやってるというのでですねでそれにロシアが国として関与してたんとちゃうかということで国として参加認められなくなってるという話がありますね。でねこれこの根源一体何なのかなということもちょっと考えるんですけどもねでまあ北朝鮮のだけじゃなくてですねまあ北朝鮮要するに相手がいないといけないわけですから。 あのまあ自分たちの,あの同盟国まあ直接の同盟ではないですけれども広い意味での同盟国であるですね韓国含めてですねでまあきあの朝鮮半島で,ですね非常に緊張が高まっているんですけれどもあの世界規模のですねスポーツショーとしてですねあの政治アピールはですねこれ最高の舞台だったかのように思いますね。 憧れるです、ね、あの美人をです、ね、利用してその効果をです、ね、さらに上げるというのはです、ね、ほら当,然当然取るべきあの手段なんでしょうね。であのそれで真剣勝負で,です、ね、世界一を争ってるあの人たちがそこでしあの出場してです、ね、や,るんですやるんですから当然あの。 ね、ちょっと相反するもう要するに便乗商法なんですけれども政治の方が便乗商法乗っかってるわけなんですけどでそこでそのメインでこうやってる人たちはガチ勝負やってるわけですね。でこれこの人たちあれですよねあの人生をかけてですね競技に向き合ってですね で成功を収めようとである程度もう成功を収めた人たちがですねさらにその技をですね磨こうとしている話なんですよね。ちょっと本来のですねオリンピックの楽しみ方とはですねちょっと違ってきてるのと違うかなというふうに思いますね。でまあ、話は面白いんですすけどもね要するにあのあれですかあのケーーキの上の上の生クリーム の佐藤たっぷりの生クリームみたいなもんでも、ある程度こう食べてくるともうだんだん嫌になってきて、もう次つ,ついには食べれ食べれなくなる。口の中にも入れられなくなるっていうような話がになるのと違うかなというふうに思いますね。本来やるべきなのはちょっと違って、そのあのオリンピックに出ている人たちで、その。 あれだと思いますね、その人たちそれぞれの選手がどういう人たちなのかって、まあ、過去を暴くじゃないですけども競技に対してどういうふうに向き合ってどういう考え方でやってるんだでどういうことをや,やってきたんだということをですね中心にあのやっていったらええと違うかなというふうに思いますね。でまああの 要するに、あれですね、あの、国威発揚になると、今のような形になるんと違うかなというふうに思いますね。で、この国威発揚ではなくてですね、やはりあの競技そのものが中心となるという話に、あの、持っていかないといけないんだと思いますね。で、もともとオリンピックというのは、多分当時からそういう話があったんでしょうね。あの国威発揚ばっかりやってるといけないから。 あの今みたいな話になるからあのちゃんと競技,を競技に出る人たちが中心となって運営するんだよっていうふうにしましょうっていうふうになったんだけれどもそれじゃあ運営自体が成り立たんからどうしてもまた揺れ戻って国威発揚の方で,で巨,大巨,巨額のざ財政を使えるような状態にしましょうとかいう話になったんかもしれないですね。 まあそれはこ,うこのオリンピックをあのずっと見てこられた方だとあそうだよそうだよこうじ実はこうなんだよっていうふうに、ね、説明してくれるのかもしれないですけども、まあ、今そのちょっとだけ見た私からすると短期的にねあのち,ょちょっとだけ、ね、見た感じではどうもあの本来のオリンピックの精神っていうのをやらないとオリンピックは長持ちせんのじゃないかな。で要するにあの 相撲と一緒で、あの神事と、えー、国技、ああ、とスポーツがあの一緒になって、今、大相撲っていうのをやられてるんだけれども、どっちを、どっちを重,重きを置くんだっていう話なんですけど絶対、これは別のもんなんですよね。やっぱり工業とエンターテイメントと、あの神の前でやる神事っていうのは、やっぱり別のもんやと思いますね。これも同じだと思いますね。あの国威発揚と。 競技に集中する要するに世界一を決めるあの、ね、人たちをあの,の祭典だというふうなものとはやっぱりちょっと違うように思いますね。でまあ2年後のですねこの東京オリンピックなんですけれどもこれはまあ都市開催ということがですね今回あの都知事の,あのひとも着であの非常に前,前に出てきましたので。 これは国威発揚ではなくてですね。選手やですね。競技を協議に注目したですね。オリンピック開催にしてもらいたいと思いますね。あ,あ、すいませんね。美女軍団から美女応援団から <laughs> 東京オリンピックの話になりますけどで、あの東京都のですね。財政規模はね。中小企中小国の国家財政に匹敵するような財政状況があるわけですから。これぜひですね。 競技団体と開催,開催都市でオリンピック協会がですね,主導,がですねあの主導する国をですねあの超えたスポーツの祭典というふうにですねあの理想に近い形に一度トライしてもらってねあの挑戦してもらってねで21世紀の新生オリンピックというものにしてもらいたいなというふうに思いますね。はいま、うん、まあ、まあ あの、勝手なことばっかり言いましたけれども、今日はこの辺でお別れしたいと思います。で、ちょ、えー、リスナーさんからですね、えー、ヒトラーの頃からオリ,オリンピックは政治ショーです。そう,そ,うそう、これがね、あったから、離れようっていう話があったんですよね、政治からね。うん、でも、まあ、やっぱり巨額の費用、ね、要するに金に富をつけないでいいものを作ろうっていうので、大成功を収めるわけですから。 あやっぱりそういう動きがないとなかなか理想のものはできないのかもしれないですねでも本来の理想の姿じゃないですね作り上げられた世界のような気がしますね。 はい、じゃあ最後にえっ、ー、と曲をお届けしながらお別れしたいと思いますえー、どれがいいでしょうかね。草原の輝き、アグネスチャンさん行きましょうかね。ちょっと待ってくださいね。草原の輝き、アグネスチャンさんであのお出番ですのでいらしてください。ちょっと待ってください。今、あの控室から出てきてきますので、ちょっと待ってくださいね。あのはいあ、今あの呼び出しに行きました。はい、はい、それではえー、アグネスチャンで。 アグネスちゃんさんで、えー、草原の輝きお,かお聞きいただきながらお別れですではまた来週なんですけれども来週ですねちょっと都合でですねあの収録になります申し訳ございません、えー、来週あそうかすみません、えー、収録になりますそれではまた来週お会いしましょう失礼します